松山店のオーナーさん、あ、セルフメイドのね、セルフメイドっていううちの脱毛サロンね、セルフ脱毛のサロンですけども、松山店のオーナーさんが昔リラクルのセラピストでめっちゃ稼げたって言ってました。そうですよね。稼ごうと思ったら稼げるんですよ。それをね、リラクルは安くで使ってとかね、安くでセラピストを使ったる悪徳企業だみたいなことを言うやつがいるんですよ。そんなこと自分が働いてから言えやっていう話で、本当ダメなやつ多いですね、世の中、マジで。一般人のその考え方が分かってないわけじゃなくて、分かった上で、はっきり言います、ダメなやつ多すぎだから僕たちが勝てるっていうね、この仕組みがすごくありがたい。で、皆さんね、僕の YouTube 見てる人たち、まあ、変なコメントしないじゃないですか。むちゃくちゃ変なコメントしてくるやつはもうこのグループ入んなくていいよみたいな ちょっと場違いだからって僕は思っちゃうんですよね。